ここはもう千葉県にある銚子のジオパークなんですけども、この銚子のジオパークにね、この犬岩ってのがあるんですよ。今モザイク入ってるんですけど、この犬岩が観光スポットとして有名になってます。ここはね、ほんと人、車もね、人通りも少なくて、駐車場も広いんでね、もう静かな観光をしたい人には向いてるんじゃないでしょうか。で、銚子ジオパークの犬岩ってどんなとこなのかっていうのをね、見てもらおうかと思って紹介していきます。まあ、犬岩の由来とかは正直詳しく分かってないので、ね、まあ、そこは見に行って説明がいろいろ書いてありますんで、ドライブがてらちょっとした観光に行ってみるのはいかがでしょうか。この犬岩周辺はね、なんか周辺は工事現場で、ここ入ってっていいのみたいな感じになってますが、大丈夫です。ここに入っていくと、まず駐車場の看板が見えますので、これ左入ってください。左入ると無料駐車場がありますので、そこを止めてちょっとした観光ができます。まあ、休憩スポットとしてもいいですよね。ただ残念なことに、やっぱ、ね、人が少ないだけあって、お店とかも一切トイレもねないんでね、ちょっと不便な面もありますが、ほんと静かなところですので、ゆっくり時を過ごせるかと思います。こちらは犬岩からね、車で5分以内で行ける屏風ヶ浦の駐車場で、屏風ヶ浦はね、遊歩道で、またここから地球の丸く見える丘までは 2.2 キロまで、これは後ほどね、紹介しますんで、まずは屏風ヶ浦の遊歩道を、遊歩道から見える壮大な景色と地層をご覧ください。でしばらくはこのまんま動画を流しておきます。
それではこれからね、地球の丸く見える丘へ向かいます。ここで終わりじゃないんで、時間のある方はご視聴ください。まずは駐車場からなんですけどね、この地球が丸く見える丘の駐車場はね、まあ日曜日の昼ぐらいでしたかね、もうやっぱり車数も少なく非常に止めやすい広いところですね。そして丘まで見えるところはちょっとした坂道を登っていくんですけどね、でここはもう車椅子の方とあとベビーカーでも行けますね。左側スロープついてますんで、車椅子だとちょっと押すの大変かもしれませんが、まあ、なんとかなるかと思われます。やっぱ階段を登っていくにつれてね、やっぱりね、この広大な土地っていうか、この庭園っていうんですかね、もうこの周辺見てるだけでも癒されるんじゃないでしょうか。そしてね、ちょっとした上り坂でハードかもわからないですが、少しずつ登っていきます。それではどうぞ。この辺で車に忘れ物を気づいたんなら、また取り行くのはそんなに苦じゃないです。ある程度行っちゃうとね、坂道ばっかで大変なことになるんで、まあ、展望館への道しるべもありますので、道しるべですね。でゆっくり歩いて周りを散策してから行くのもいいでしょう。まあ、とにかくこの広い庭園をね、ゆっくりお散歩して、焦らずに展望館へ目指しましょう。実はね、ここである忘れ物をしちゃってるんですよね。さて、それは何でしょうか。正解は後ほど展望館入り口で答えます。この展望台入り口はね、有料なんですけども、ここに来て重大なことに気づいたんです。入り口手前で物の見事に車の中にマスクを置いてきてしまいましてね、車まで取り行くか、ただこちらではね30円で売ってますんで、買うマスクを買うか車まで戻るかはあなたの予算に応じて判断すればいいかと思います。私は買いました。
もうそこにいいよ、めんどくせえ、もう行くのやめよう。サバ缶もいいじゃん。ソフトクリームもボディよ。本当だよ。やっぱ売ってたな。よかったよかった。ここだったら私場所違うと思った。3階です。Third floor。ドアが開きます。Door opening。ドア opening。実はね、銚子駅電鉄にね、銚子電鉄かな。ぐるせんべいとかね、売ってる駅があるんですけど。まあ、そこまで行かなくてもここで買うことができるってことをちょっと分かっちゃったんでね。まあ、ただそれだけのことだったんです。え、もう一個そこから出ました。あ、出ていいんだ。はい、失礼。はい、これから。あ、でも綺麗じゃん。すごいじゃん。いいところじゃない。屋上展望スペースっていうね、矢印があるにもかかわらず、もう目の前の景色にね、切り取られちゃってね、ここで撮影をちょっとしてみました。昔は。